ダグ・ミッチェルはイギリスの映画プロデューサーである。ミッチェルのプロデューサーのキャリアは1980年代半ばにオーストラリアのシドニーを拠点とするケネディ・ミラー・プロダクションハウスのメンバーとして始まる。1980年代後半に彼はジョージ・ミラー及びテリー・ヘイズと共にオーストラリア映画協会賞の作品賞に3度ノミネートされた。彼らは1987年に 君といたおかげ、作品賞受賞。1989年に、デッドカーム、戦慄の公開でノミネート。1990年に、ニコール・キットマンの恋愛天国で2度目の受賞を果たしている。1995年にミッチェルは、ジョージ・ミラーとその弟のビル・ミラーと共に、ベ部ブでアカデミー作品賞にノミネートされる。 ベイブはアカデミー賞で合計7部門にノミネートされ、資格効果賞を獲得した。ベイブはゴールデングローブ賞映画作品賞を受賞し、英国アカデミー賞作品賞と全米製作者組合賞劇場映画賞にもノミネートされた。2006年にミッチェルはミラー兄弟と共にコンピューターアニメーション映画、ハッピーフィートを制作する。ハッピーフィートは、 同年のアカデミー長編アニメ映画賞と英国アカデミー賞アニメ映画賞を受賞しゴールデングローブ賞アニメ映画賞にもノミネートされた。さらに3人は第18回全米制作者組合賞アニメ映画賞にもノミネートされた。2011年には続編のハッピーフィートに踊るペンギンレスキュー隊が公開され彼らは2012年のアジア太平洋映画賞。 最優秀アニメーション映画賞にノミネートされた。2015年にミッチェルはジョージ・ミラー監督のマットマックス・イカリのデスロードでミラーと共にプロデューサーを務めた。マットマックス・イカリのデスロードはアカデミー賞で作品賞を含む10部門にノミネートされ、6部門で受賞を果たした。ありがとうございます。